校長十二線と関連線下校長十二線とは、708年から963年にかけて日本で鋳造された十二種類の銅線の総称である。本長十二線、校長十二分線とも呼ばれる。校長十二線とは、以下の発行順に並べる十二種類である。いずれも形は円形で中央に正方形の穴が開いている円形型鋼の形式である。 貨幣価値としては、律令政府が定めた通貨単位である一文として通用した。この他に、金銭の回帰価値だから、金銭の太平原法など見、意しているが、これらは、銅銭とは異なり、広く流通したものではなかったようであり、銅銭の通用価値を高く設定するための見せ金で、あったとする説がある。律令期に、校長12銭が発行された目的としては、 等の改元通報を手本とし、貨幣制度を整えるため、また、平常系セントに必要となる莫大な経費を、同時金、ね、本来の価値と、貨幣価値との差額で賄うためということが挙げられる。和道海賃は、日本で実際に流通したことがはっきりしている、貨幣としては、最古のものである。これより古い貨幣とされるものに、不本線があるが、これは実際に流通したかどうかは、 諸説ある。和道開鎮発行から3年後の711年には、貨幣を多く蓄えたものに異界を与えるとする、蓄戦所異例が発布された。蓄戦省令と流通促進とは矛盾しているが、戦火の流通を促進するために発令されたと考えられている。しかし、実際に異界を与えた記録は、同年11月の一例しか残っていない。当時の日本は米や布などの物品貨幣が、 一般的であり、社会経済水準が貨幣を必ずしも用していなかったため、機内とその周辺国以外にはあまり普及しなかったとも考えられる。また、仮に需要があったとしても、そもそも銅の生産量が絶対的に少なかった。当時の日本では、実物貨幣に代わるだけの銅線の製造は、初めから困難であった。ただし、発見地は、北海道から、 熊本県まで全国各地に及んでいる。和道改賃が発行されてから52年後、万年通報への改中が行われた。この時、和道改賃10枚と万年通報1枚との価値が等しいと定められた。この定めはその後の改中にも踏襲された。万年通報は当時の実力者であった藤原中丸が政権の孤児とその長久を願って発行し、 次の神宮開たからは、その中丸を滅ぼした、聖徳天皇と同教が、自らの政権の正当性を示すために発行したと、され、経済への影響が考慮されない政治的な、大義名分のための発行であった。校長十二戦は、海中を重ねるごとに、大きさが縮小し、重量も減少、素材も劣悪化していった。当時の精錬法では利用できる、 銅資源が限られていたため、原材料の銅の生産量が年々低下したためで、ある。もっとも、移行急激に劣悪化したとされている、上和正だからを基準として捉えると、その後の貨幣の大きさは、上和正だからから、権限大法までほぼ一定であり、品質も、官票大法まではほぼ同水準を保っていることから、上和正だからを、以降の戦果の基準品質とする活気である。 とみなす考えもある。和道回賃が発行されて間もない頃には、銭一分で、米 2kg が書いたが、旧世紀中頃には、買える米の量は100分の1から200分の1にまで激減してしまった。演技通報や、最後の権限大砲は、銅線ではなく鉛銭であると言われるほど鉛の、含有量が高いものが多く存在する。価値の低下した線は、 流通と交易の現場から寄付されるようになり、総船が大量に流入する12世紀後半まで、日本国内での銭の流通は限定されたものとなった。当時の貨幣は、小額通貨であり、穴空き銭とも言われるように高額取引では束ねて、用いることが多かった。このため、いちいちほどいて、国印を鑑定する手間がかかる上、これをおろそかにすれば、 偽金や国家の低い闘争船が混じりやすくインフレを招いた。これを銭の値が癒しくなると表現している。政府は東西の位置の高さに命じて物価を統制し、線の価値を高く固定しようとしたが、このことはかえって安く仕入れた中国船を素材に両外詐欺まがいの行為を助長させた。品位の低下はこれに拍車をかけた。 和道線に近い大きな中国線を薄く小さな銭に変造するのはたやすいことである。さらに問題なのは、新線の発行ごとに行われた1000%のデノミである。もともと政府の設定した線の価値に問題があり、新線の価値が10倍である根拠がなかったため、市民から見れば、貯蔵している休暇が両替によって十分の一に減ることは大きな打撃であった。このため、 大量に溶解して、銅材とし、両替を拒んだのである。例えば10枚の10円玉を、新十、新十円に100円の価値があると認められなければ、現在でも同様のことが起こりうる。これは、和同海中をはじめとして、日本の戦果には、中国の海元通報よりも、はるかに高い名目価値が設定され、やがて通用価値が下落したため、 新たに発行される戦果に高い名目価値を設定する目論みがあったとする説がある。さらに、前述したように、当時の精錬技術では、銅鉱石の中でも日本で大量に産出する、黄銅鉱など、硫化銅を成分とするものは利用できず、空弱石、黒銅鉱など、酸化銅を成分とする、限られた鉱石しか利用できなかった。日本各地の酸化銅鉱山では深刻な資源の、 枯渇にさらされており、銅の価値は上がっていた。少なくとも、数億枚は、発行が確認されている線が、いくら経済発展があるとは言えなかなか回収できず、品位を下げざるを得なかったのは、ハゼニが広く行われたためと理解される。これに対し984年には、金派洗令が出される事態となり、新鮮発行が極めて困難な状況になった。この金令は、 社辞などに出されていることから見ても、朝廷が反対できないよう、堂々路など国家反対を祈願するための仏具にこと寄せて、妖怪する方式が取られたのであろう。この結果、校長選の現存枚数は記録と比較しても極めて少ないものとなり、特に後期のものは低品質の影響で錆び、告示が読めるものはごく稀で現在の古線市場では帰っては莫大な。 値打ちを招いているほどである。加えて、当時の日本の支配層というべき、厚生平安貴族と称される人々が今日で言う、経済学の知識を持ち合わせていなかった点も、流通不振の原因であった。権限大法発行直後の959年4月8日に、心臓された銭を伊勢神宮など11社に奉納して、流通を祈願し、986年6月16日には、 諸者書量に銭の流通の祈祷させ、翌987年11月27日にも15、大臣に対して同様の命令を出している。そして、987年3月16日には、上賀茂神社の鳥居秋から、和道開鎮、万年通報、神宮会だから7合わせて782枚が発見されたことが、朝廷に報告され、 朝廷ではこれを流通させていいのかを人技館、本明料に対して占わせたという。ところが、この時のことを詳細に記した藤原さねすけの日記、昭雨記によれば、その古戦はネズミが鳥岩木から掘り出したという不自然な方法で発見され、しかも古戦の流通とともに新鮮発行の可否を占わせたことが記されていることから古戦発見そのものが、 新鮮発行を推進する立場からの一種のやらせ行為があったと見られている。しかも、当時の権限大法よりも大きく良質な古銭を流通させた場合に本来過去のゼニの10倍の価値で通用するとされていた権限大法の価値が暴落してしまうという問題については全く認識されていなかった。当時の支配層が経済とゼニの関係に関する知識がなかったために、 ゼニの流通不振の原因を理解しておらず、対策も持ち合わせていなかったために、ひたすら神物の加護によって事態を解決しようとしていたことを示している。こうして民間での政府が発行する動線への信頼は失墜してしまい、使用されなくなった。権限大法が発行された後、朝廷の弱体化もあり、動線は発行されなくなった。その後、 日本では11世紀初頭をもって貨幣使用の記録は途絶え、米や絹などの物品貨幣経済へと逆戻りしてしまう。ただし、機内などでは300年かけて形成された金属貨幣そのもののに対する需要が完全になくなったわけではなく、造物の被害額をした造物関門や古化法などの工程価格の決定には貨幣換算によるものが用いられてきた。 やがて経済が発達すると中国から輸入した総船、元船、民船などが用いられるようになった。校長12船が発行されなくなってから長い間日本では校中貨幣は作られなかった。銅船の大焼けの再開は校長12船の600年以上後の1608年に鋳造された慶長通報あるいは1627年の 官英通報中造まで待つこととなる。和道会一員以前に別の戦火が作られた可能性がある。一つは無門銀線であり、他にもう一つは不本線である。また、巡火兵として用いられたものに布火がある。中国では当選以前にも穴空き銭にはあったが、その空白期には布や米などを貨幣代わりに用いた。国税にあたる調布はその名残である。 また、食堂に用いられた銅や砂金、銀なども、氷料貨幣の一種とみなすことができる。古代中国の銅線などに代表される、純貨幣としての貨幣は、古墳時代の鉄などがこれに当たるとの見方がある。ありがとうございます。